イメラジオ第5403回、今日は令和5年8月15日火曜日です。時刻は正午ぴったりですね。今頃終戦の日の記念行事が行われていることでしょう。正午、横浜港北です。今回はリニア中古中央新幹線工事が静岡でストップ、パート2です。なんで工事ができないんでしょうか。静岡県の川勝知事が工事をストップさせているようです。知事によると、この静岡県を通るこのリニアの工事によって地下水が汚染される。で、JR 東海としては水が減らないように、工事で出た水は全て流す、こういうふうにも言ってるんですが、一滴の水もうバカみたいですね。一滴の水も失わないように、そんなことできるわけないじゃないですか。まあ、こういうことを言う知事が川勝知事です。静岡県民はなんでこんな地で選んでんでしょうね。リニアがこれでストップと。だからリニアの関係する県知事、山梨とか長野とか名古屋、愛知とか、あるいは延伸が期待されている三重、こういった知事はみんなちゃんと工事ができるようにリニアに協力してほしい。静岡のこの知事だけが反対と言って工事がストップし、今から4年後の開業を目指しているんですが、それができそうにありませんね。何度も言いますが、県民はなんでこんな知事選んでんでしょう。この知事ね、なんか今までもいろんな問題発言していて、御殿場には腰光しかないとかね、同じ静岡なんですよ、御殿場には腰光しかないとか、でこの発言が不適切っていうんで反省しますって言って、給与とかボーナスとか知事としてのそれを返上する。ところがそれを返上するためには条例の改正が必要なんだけど、その条例の改正をしない。だから満額もらってるんですよ。不適切な発言だったと自分で認めてね、コシヒカリ発言、御殿場の人はコシヒカリしかないみたいな、もらってんですよ。で、説明はありません。立憲民主党とかね、国民民主党とかの会派、富士の国県民クラブかなんか、それが推してるんですよ。だから評論家の高橋陽一さんは、立民って中国とズブズブだと。で、今中国がリニア新幹線を開通させようとしている。ですから日本にそれをさせないように、この立民代表の川勝知事、それにリニアをストップさせようと、こうしてるんじゃないのかって、こんな類推を高橋言ってましたね。これが正しいかどうかは分かりませんが、ありそうな話で、日頃の立民の反日売国ぶりを考えればあってもおかしくないなと私は思いますが、これは証拠がないので陰謀論と呼ばれちゃいますから、まあそんな意見もあるよという指摘にとどめておきましょう。高橋陽一さんですね。で、この立民というのはろくでもない政党 で、ここの支持を受けているのがこの知事なんですよ。で、この知事やっぱやばいと、こんな人いてくれては困るってことで、辞職勧告決議案っていうのがこれまでも議会に出されて、県議会に、で可決されたりもしてるんですね。
で、ところが今回は1票差で否決と。だからこの自民党ですよね、一番大きな会派ので、この自民党がこの知事おかしいと、日本全国でやろうとしているリニアの工事を止めていると。しかも静岡県民がそんな知事選んでると。何度も言いますけど、なんでこんな人選んでるんでしょうね。あの、静岡県民の人にちょっと聞いてみたいですよ。それともなんか、あの、この川勝さんは今度お天気のいい日に工事のやってる場所見に行ってくれと、どれほど危険なことやってるか分かる、こんなこと言ってますね。で、私もその行く気はしないので、だから行っていないので、ひょっとしたらこの父が言うような危険な工事なのかもしれない、分かんない。ただどう危険なのかは何も言わないので。あと、そのさっき言ったの、土が出る、水が出る、でそれが出るから嫌だという、これ言い出したらどんな工事もできないですよね。まあ、確かに、あの、静岡県に寄り添って言えばね、静岡県のあの辺って富士から流れ出る地下水が美味しいっていうのがね、自治体の売りなんですよ。あの、静岡県のいろんな市町村の富士から湧き出る地下水がうまいっていうのは、だからそれがひょっとしたらこの工事で汚れるかもしれないってなったら、あの、やっぱちょっとやめてくれるかみたいな、そういう気持ちもわからないではないけども、これ静岡だけの話じゃないので、リニア構想っていうのは、そこら辺やっぱ考えてほしいなと思うんですよね。だから他の県知事たちがみんな言ってるあれなんですよ。で、あの、通商産業省の、あの、副大臣だったか、この人はね、反対のための反対を川勝知事はやってると、こういうことやめろと言ったら、川勝さん釈明に行きますって言って、あの、候補日出しますから、いくつかいい日程開けてくださいと、釈明に参りますって言って、相手にされなかった。あの、官房大臣か、通商産業省の、副大臣ですね、失礼しました、通商産業省の副大臣に相手にされなかった。それは相手にしないでしょう、こんな人。まあ一番いいのは選挙で落とすことなんですけど、選挙で通ってるんですよね、この人。あの、だから県民が支持してる。だから何度も言いますけど、静岡県民何を思ってこの立民だか、あの、国民だかっていうところが推してるこの知事を支持してんでしょうね。これはもう理解不能ですよ。工事がストップでね、実はあの、これはっきり誰も言わないけど、静岡県って JR 東海に言いたいことが山ほどあるんですよ。静岡県には新幹線の駅がいっぱいあるんですね。あの、乗ってると三島とか新富士とか掛川とか、あ、静岡もそうですよね、もちろん静岡、掛川、浜松で、のぞみが全然止まらないんですよ、こんなに駅があるのに。だから、あの、 JR 東海と静岡の県知事って仲があんま良くなかった、今までもね。で、このリニアにしても静岡県内に駅作れっていう、そういう運動があったんだけど、 JR 東海がそんな山の中に駅なんか作れないってことで却下。だ、それがね、言われないこの静岡県知事の、あの、ごねた態度の背後にある。で、静岡県民もこんな知事を支持してんですよ。それはなんでビューと届、あの、過ぎ去るだけなんだと、のぞみ号が。静岡も浜松も人口80万人ぐらいはいるのに、うん、
だからね、静岡県としてはね、あの望み止めてくれないんだったら光とか小玉に通行税かけるぞとかっていうね、なんかすごいことまで言い始めたんですよ。それぐらいね、この静岡県 VS JR 東海ってのは仲悪いんですよ、今までも。だから多分なんでこんな人選んでんだろうって他人事みたいに言ってますけど、静岡県民からしたらこのビューと通り過ぎられてる、いつも駅いっぱいあんのにこれなんやっていうのは日頃から言いたいのかもしれませんね。ただしだからってリニア中央新幹線その工事がストップしていいわけはないでしょう。この知事はやっぱり何らかの形でリコールした方がいいでしょうね。私はそう思います。夢ラジオ、今回はリニア中央新幹線のお話でした。ありがとうございました。